今回はタンパク質半代2005年の問題を説明します。あるタンパク質に6モルのマイリットの塩酸を110°C で24時間作用させ活性分解を行ったと。で、分離性生成純粋な3種のアミノ酸 ABC を得たと。1番アミノ酸 A には光学質生態が存在しないと。このアミノ酸 A の構造式を示しなさい。これはもうグリシンですよね。グリシン、C の HCOOH、 これが共通やな。共通 でこの H、 これステータス原子じゃないな、グリシンと。次2番、アミノ酸 B の分子式は C5H9NOO4 であり、水に溶かす弱酸性を示す。このアミノ酸 B の構造式を示す。まあ、酸性示すっていうのはグルタミン酸かアスパラギン酸やな。で、これ共通部分が CH、COH で、ここ NH2 で、で、ここ、何かということやな。で、何かということやけど、これは、この共通部分が C2 で、O2 で、N で、H4 か。で、分子式から、これ引いときましょうか。分子式が C5H9NO4 から C2AO2NH4 を引いたらね、これは C3H5O2 やな。それから、まあちょっと COH がありそうやから、これ引いといたら C2H4 やな。C2H4 やから、これは、こういう、こうだよ。グルタミン酸やな。グルタミン酸。CH2 で CH2COH。アミノ酸 B はグルタミン酸か。3番目。アミノ酸 C 3.3mg CuO 存在下で完全燃焼させたところ、二酸化炭素 7.92mg と水 1.98mg が生じたと。また同量のアミノ酸 C をこの二酸化炭素の気流中で CuO の存在下で完全燃焼させたところ、N2 が 2.24×10⁻⁴ リットル生じたと。アミノ酸 C の C 対 H 対 N を求めなさいと。これはあれやね、3.3mg やろ。二酸化炭素 7.92 やろ。CO2 が 7.92 っていうのは C は7.92×10⁴ やな。まあ、これイコール A でしょうか。で、H の質量は 1.98 やな。かける18分の2やな。これイコール B としましょうか。で、C 対 H 対 N はね、この A を12で割るな。で、B をこう1で割ります。で、N の場合は14で割るけど、N はどんだけかいうたら、これ2.24×10⁴ リットルと。で、22.4リットルが、これが 28g な、L2 の場合はな。で、これはね、2.20⁵50やから 0.28mg か。これ 0.28mg なんですね。この 2.24×10⁴ リットルというのはこうなると。これミリグラムな。で、これ、出すと C9 対11対1。C9H11 まあ、N。あの、O はちょっと書いてないけど、O も、求めることできるんですけどね。まあ、O はちょっと置いておいて、こうなると。4番、アミノ酸 C1 モルにニッケルを用いて水素を、3モルの水素が溶かし、化合物 D が生じたと。アミノ酸 C と化合物の D の構造式を求めなさいみたいな。これは C9H10N だから、この、C、これからね、さっきも引いたけど、この C3H5 共通部分を引いたら、C6、これ、C やな、これ、C2 やな、C2O2NH4 を引くと、C7 やな、
C7 で H7 やな。で、まあ、ここは O2 が入ってるな。O2 ちょっと考えませんけど、O2 入れたら C7、H7 と。で、C7、H7 やから、これで共通部分をこう書いたら、まあ、ここは CH2 のフェリルやな。これが C7 の、これ H7 やな。そう、フェニルアナリンやな。フェニルアナリン。で、これを、ニッケルを用いて、水素をくっつけたら、C の H の COH の、ここ NH2 で、ここ CH2 の、ここシクロヘキサンという形やな。これが化学物質 C やな。これが、C、アミノ酸 C ですね。はい、以上です。